ビジネスチャンネル。今回も熊本県玉名市にやってきました。今回もリポート担当します牧原真由と平木梢です。じゃあ今回も玉名を巡れるということで、またね、いいお天気、本当にいい天気に恵まれたね。本当ですね、2回目もすごくいい天気で、そしてちょっと暖かくなりまして、本当ですね、今日はねまたねこの暖かい玉名を満喫したいということで、やっぱり玉名といえば私たちあれに、そうですね、乗りたいので今回もこの方にお話を伺っていきます。柿勢さん、お願いします。はい、いらっしゃいませかっこいい決まってますね、なんか決まってますね、本当でしょ、本当だ、本当だ、色がだいぶグレードアップしましたからね、前回もね、前回は一色だけだったけど、そうでした、今日は赤と緑を用意しました。わー、2台あるしかも、そうだ、前回1台だったんですね、そう、大人の事情で、そうでした、はい、ありがとうございます。ということで、今日はですね、はい、行ってもらいたいところがあるんですね。うわ、ちょうど見ごろの藤の花が大変綺麗に咲いているところがありますので、ぜひそちら山田日吉神社というと、山田日吉神社、はい、まあ、通称この辺では山田の藤と言ってますけど、ぜひこの e バイクでどのくらいかかるんですか。大体ね、僕の足で15分ぐらいなんですね。おうおう、君たちだとまあ20分ぐらいかな竹田さんもベテランでした。そうですねレンタルの手続きはスマホでできるのでとっても簡単。身長や体格に合わせてバイクを調節したら、いざ出発。いってらっしゃいませ。いってきます。いきます。ゴー、いい、楽しい、軽いぞ。なんか鳥の鳴き声ももう春って感じですね。いいな。すごい。2人が訪れたのは山田日吉神社。九州でも屈指の富士のお花見スポットです。ちょうど見頃だったこの日は県内外からたくさんのお客さんが来られていました。今回はこの富士の保存会の委員長をされてます林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。林です。本当に立派な、本当にやっぱ近くで見るとすごいですね。もう鳥居のそばからね、こう来てるところからもバンと香りと、ですか、ね、そう香りがすごくいいですよね。そして、うん、今年は作物が早かったですね。どれくらいの数あるんですか。わかりませんですよね。ここの裏に大きな、ね、木があって、はいはい、そこからこう出てきてるわけですよね。ですです。あの、この池の上は全部この木ですね。へー、すごい。この木自体はどれくらいの歴史があるんですか。その200年以上とかいう話だよ。200年、はい、うわー。これを林さんを含めて、まあ、あのお世話を、はい、全員9名でおります。9名で、はい、結構大変じゃないですか。ですね。どんなお世話されるんですか。まずですね、こいつの除草とか外消毒、うん、そうするとこのお 花が終わったらですね、あの根を全部切らないかんです。じゃないと来年咲かなくなりますので。そう、でもこれ林さん、これだけの綺麗な藤守るって相当な思いがないとできないですよね。もうずっと私が任期が2年なんで、あと1年、今年の2月まで、来年の2月までかな、それが任期です。まあ、残った人が次はこういうことをするんだよというふうに教えるんですよね。これだけ多分身近でずっと富士を林さんは見てこられたと思うんですけど、はい、実際に改めてこの富士見てどうですか。あ、もう私のとこにあの時に枯れなきゃいいなと思っております。いやまた立派ですから本当に。熊本県の天然記念物にも指定されている藤の木は
樹齢およそ200年。保存会の皆さんは富士のお世話に加え神社の清掃やお世話もしていらっしゃるそうです。いや富士ももちろん綺麗なんですけど、うん、ここには玉名物産展も行われてるんですよ、ね、後ろにお客様がたくさん集まってて、わかりますか、私たちも早速ちょっと ね見させていただこうと思います。気になる、ね、気になる、はい、こんにちは、はいはいはい、すごい大盛況ですね。そうですね、おかげさまでやっぱ富士の花が綺麗なものですから、はい、とても綺麗ですけど、はい、このしじみドーンと書いてあるんですが、はいはいはい、今ここは何を、あ、うちはあの佃煮屋でございまして、はい、もう地元で採れてますあの国産のアサリ、しじみ、あとは有明海の海苔でございます。これがメインです。有明海の海苔いいですね。佃煮もご飯に合いそうなの、食べたい。美味しいですよ、ね、美味しそう。こちらアサリなんかはもう先週取れたばっかりの国産のアサリなんですよ、うんうん、新鮮なやつ。そうです、でちょうど今からはちょっと産卵が始まりましたので、ちょっと旨味がなくなるんです、うん、そう、旨味がなくなる前のアサリですが、取れたてのアサリの佃煮、めちゃめちゃ最高な状態で佃煮にされてるってことですね。もし、あんみ、え、すごい、きはね、はい、これ、つけあみ、え、つけあみ、つけあみって初めて聞いたんですけど、私もです、どういったものなんですか。エビとエビの形してますけど、エビとは違います、はい、あ、そうなんですね、はい、エビ、あみ、エビ、あみっていう魚がいるんですか。はい、はい、はい、そういうこと、うん、ちっちゃな魚、なるほどね。あ、魚というか、そう、はい、熊本では有名です。皆さん勘違いなさるのが、あの魚の巻き絵の網とよく勘違いなさりますけど、あれとは品種が全然違います。昔からの網でですね、はい、ちなみにこのつけ網っていうのはどうやっていただくのが、あの、おすすめですか。ご飯にのせたり、お酒のおつまみ、へ、うん、だから特に一番おいしいのがもう、あの、新米が取れる時が脂が乗って、ああ、なるほど、うん、だからそういうのご飯にのせて食べられたりですね、そういうふうにして、はい、売り切れ、販売ですか、ねえ、さっきまで、あげまさに一瞬にして、そうですね、それだけたくさんの方が買われていかれてるっていうことですよね。だから熊本県民じゃない方でもやっぱり知ってると思うんですけど、うん、有名だし、改めてどういったお団子なんですか。カレーを輪切りしたのにあんこを乗せて、で小麦粉で作った生地にで包んで蒸してるんです。かちょっと食感的にはこうしっかりある感じですもんね。ちなみにどれくらい創業されて、どれくらい、15年。うわ、いつかね、行きましょう、行きましょう、はい、はい、またいつか食べに行きます、はい、ありがとうございました。玉名のね、イベントもたくさんあるみたいで、そうですね、そう、パンフレットがこれ気になるんですけど、うんうん、5月19日から6月3日は玉名市で勝負祭りっていうものもあるみたいなんで、広くね、うん、されてるんですよね。そうみたい。5月27日がメインイベントっていうことなので、ちょっと気になりますね。富士も今日堪能したか、次、はい、勝負祭り行きたいですね。行きたい。富士のお花見で大満足の2人は再び E バイクに乗って新玉名駅へ。駅の中に入っているダイニングタンポポでお昼ご飯をいただきます。ということで、おすすめを、はい、イーボさんに聞いてもいいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。もうお腹がペコペコということで、はい、もういろいろおすすめしたいメニューはたくさんあるんですけども、今回はあの京北、この玉名のお隣の南関町のお料理、はい、そしてあのここが薬草ダイニングタンポポということで、薬草料理をちょっとご用意をしたいと思います。ご用意いただいたのは南関町の名物南関そうめんと南関揚げを使った南関うめん、そして薬草を使ったカレーやだご汁など薬草メニューを堪能できる薬草欲張りセットです。
薬草は玉名市の正代山という山に自生しているものを使っており、商品や料理を作る取り組みは町の活性化にもつながっています。いただきます。美味しそう。なんか揚げって聞いてたんですけど、はい、本当にあの重くなくてしっかりお出汁も絡まって美味しいですよね。でこのあの細い麺が結構歯ごたえがありますね。そうですね、あの麺自体はですね、中曽麺自体は細くてですね、あの長いのが特徴なんですが、歯ごたえもあって、であの今あの言われた揚げの方もあのふっくらっとしたような感じで、もちっとしたような感じで、あのとてもあの合うと思います。相性がいいですよね。そうですね、はい、ふっくらだしも絡まるし、このコシ、麺のコシも残るっていう、そして優しい味で、そうですね、染みましました。はい、人気のメニューです。はい、いただきます。だし、うん、がしっかり効いてますね。はい、うん、もちもち、うん、思ってるダボよりは食感柔らかめ、はい、あ、そうですね、あの、うん、やっぱりこう大箱が入ってるので、うん、少し食感が柔らかめと、そんなに多分薬草っていう感じは、はい、しないかと思います。はい、なんかほんのりちょっと後からスッてくるぐらいで、うん、ガツッとくる感じはないです、うん、とにかく出汁が美味しい。そうですね、あの出汁が美味しいっていう、はい、本当。もう大体ここで使ってるのも、あの調味料あたりも玉名の事業者さんたちの商品とか京北の商品を使ってるので、はい、私も購入できます。はい、今回は本当にちょっと、はい、美味しい。はい、いい感じですか。はい、一緒にお召し上がりください。すごい、いただきます。ん、美味しい。なんだ、カレーだけど知ってるカレーじゃない。なんですかね、辛みはしっかりあります、ね、そうですね、少しちょっと辛みがあると思うんですが、まあ、あのそのたくさん の, その薬草をずっともみずで煮込んでる、あの水を使わずに煮込んでるので、キーマカレーっぽさもありますね。そうですね、はい、少しですね、それをちょっともう少しペーストにしたような感じですかね、うん、はい、しかも体にめちゃめちゃいいですよね。そうですね、はい、もう健康メニューの欲張りセットはですね、うん、なってます。まあ、体の中から健康になっていく、あとはもう美の方もですね、体の中からやっぱり美をっていうところで、やっぱりしっかりしたメニューをですね提供してます。女子旅にぴったりの体にいいご飯もいただいて、今回はロケ終了。次回はどんなお出かけになるんでしょうか、お楽しみに。ここで番組からプレゼントのお知らせです。物産展でご紹介したつけ網と、2人が食べられなかった小玉商店のいきなりだご、 e バイクの1時間無料券をセットで3名様に。たくさんのご応募お待ちしています。九州ビジネスチャンネル、次回もぜひご覧ください。